はい、どうも楽しいおしいご飯の時間ですよ。今日も沖島大好きな家系ラーメン濃いめ回っております、回っておりますよ。今回のも非常に美味しかったな、これを。はい、どうも楽しいおしいご飯の時間ですよ。今日ですね、末広町でございます。末広町にちょっとありましたね、やってまいりました。でちょっとまあせっかくねそういう風にしてね行こうって出てくるわけですから、じゃあ何か食べましょうよと、何か食べていきましょうよということであれば、やっぱり木島君といえば家系ラーメンでしょ。ミスター家系ラーメン木島でございますから、そっち系統のラーメン屋さん見つけました。ゴルメンでございます、ゴルメンさんでございます。またさん付けしたらインギンブレーダーということで叱られるかもしれないので、さん付けしないで言うとゴルメンでございます。見つけましたんで、まあ、あの初めてだと思うな、横浜、いや違う名前、違う名前だっけな。いやでも他のところで見たことない気がするしな。まあまあまあ、いやいや、まあね、あの初めて来るお店ですから、ちょっと豪華に贅沢に、美味しい、ちょっと持ってやる、持ってやる、ラーメンを頼んだ、種類の麺を頼んで、ご飯も頼んで、もちろん、あ、まあ濃い麺多めに今日もするかな、美味しくいただいてきたいと思います。末広町のゴルメンさんです。今日もめちゃめちゃ楽しみです。行ってきます。はい、行ってきました。ということで行ってきました。もう先に行っちゃいますけれども、あ、タイトルでもつけるかな、ライス大にしちゃいました。ありがとうございます。まあおかわり自由とかであればね、もちろん大にはしませんよ。最初から大にするってことはそれはないで、あ、ダメだ、今日はゆっくり喋ろうと思ってるんです。今日はゆっくり喋っていこうというふうに思っております。大にしてね、いつも通り濃いめ多めで食べてきましたよ。本当に美味しかったな、この汁スープね、が来ました、来ましたよって言ってるんですね、確かね、確かそうでした。いやスープね、独特で非常に美味しかったな、本当に最高でした。でこのナレーションというかおしゃべりというかがある時とない時の、動画があると思うんですけどね、この木島の与論山岳学校食のこのチャンネルの外食の動画で、そういうの、そういう喋ってるのと今回のように全く喋ってないの、ナレーションというか後から声入れてるのがの動画があると思うんですけど、これの違いっていうのは、ね、前も言ったと思うんですけれども、あの店内 BGM の絡みです。店内 BGM の絡みでございます。木島ね、この本当はですよ、本当はあのこのコロナも何も関係ない時代であれば、あの店内 BGM がかかっていないお店だとしたら、もう普通でこれがこうだな、美味しいなとかね、あんまたくさん喋るわけじゃないですけれども、食べてる最中はね、この外食してる最中たくさん喋るあれではないですけれども、あ、こうだから美味しいなとかさ、この海苔はとかさ、なんかそういうのを一言二言言いながら食べるのが一番本当はね、やりやすいというかベストで、すすってる音とか汁飲んでる音とかも生きてくるわけですからね、それはそういう風にしたいなという風に日々思ってるわけですよ。日々というか思っててやってたわけですけれども、まあこういう時期というか、このコロナだなんだっつってね、この蔓延っつって、ゆっくり喋ろうって言ったんだ、あの夜中お騒がし出してですよ、あの黙食だっつって食べてる最中喋っちゃダメだというようなね、意見がもう広く行き渡っておりまして、まあ喋りながらあの食べてるお客さんもたくさんいらっしゃいますし、僕も誰かと言ったらね、たまにですよ、それで喋る時もありますし、喋らないでやる時もあります。で店員さん同士喋ってる方々だっていらっしゃいます。この店とか言うことじゃない、その前も話したけど、そんな店行かないとかいうことをおっしゃってた方がいらっしゃいましたけど、そういうことじゃなくて、このお店ってことではなくて、あのそういうお店もあるじゃないですか。でお酒もバンバン出してて、ホワイトボードじゃない、なんだホワイトボードじゃないよ、あのあこれチャーシューも美味しかったな、チャーシューも非常に美味しかったですよ。いや、やっぱね幸せだよね、こうやって美味しいご飯を食べて、ね、違う何の話でしたっけ、その間仕切り的なやつをさ、立てるとかもせずに、で皆さんお酒も飲んでわーわー喋ってるとか、そういうお店もいろいろあるわけで、一体何が正解かとかそういうのは分からないですけれども、あ、まあ、ということでですよ、あんまり喋らない方がいいなということで、あんま店内では喋らないようにする。そしてあとこれもう一つの理由がですね、そのさっきも言った通り店内 BGM です。店内 BGM の音量次第ではですよ、
あこれはあの木島が後付けする BGM は、あ美味しそう、見ててもまた美味しそうで食べたくなってきたな。そう、後から乗っける BGM もね、小さい音でいけるときで今回ぐらいの音でいくとき、もうはたまたというか、これはたまたはちょっとおかしいけど、これ今ね元の動画のボリュームをだいぶ下げてるんですよ。音だいぶ落としてるので、後付けの BGM もちょっと上げてるんですよ。上げてるというか、その割り比率をですよ、この比べるとって意味で、これぐらいだったらあの YouTube のね、あの著作権のあれに、著作権侵害というあれに引っかかってこないんじゃないかって、ギリギリのところを攻めてるわけですね。これそういう理由なんです。本当にでもただそれだけです。あの BGM つけた方が見やすいからどうのこうの、そういう風にしようかなとかいう工夫とかじゃないの。あー見てくださいこの卵、卵もいい色ですね、本当にいい色。あー胡椒のかけ方も上手だ、木島くんちょうどいい具合だったもん。あー見てください、白身が君のところに行って、皆さんにはね分かりづらいでしょうけども、食べた張本人、この当の本人はね、木島は分かっております、美味しい卵でしたよ、ありがとうございます。1個目というか半分に割った半分はそのまま食べる、で後の半分を汁につけて食べる、これまた美味しいんだな、汁につけてな。海苔も良かったね、海苔もたっぷり入っておって、あそうそう、この食べたメニューね忘れちゃったな、エンディングでも喋ったな、忘れちゃったんですけど、これ見直してみればね、あの最初のオープニングの方で食券機、あのメニュー表みたいなのが出てきてると思いますんで、それの家系系統の方のつけ麺じゃないやつですからね、もうご覧の通りつけ麺じゃないやつの、あの一番豪華な、なんだっけな、ゴルモリだっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、そういうやつにして食べております。濃いめ多めライス大ですね。いやチャーシューの量も海苔の量も大満足ですよ、本当に美味しかった。でこれ最後の方にも言ったかな、汁スープがね、独特でね、僕は好きだな、僕は好きだ、美味しかったな、非常に美味しかったですね。まあこれ、入るときはちゃんと調べずに行ったんですけどね、これラーメンが出てきてくるまで、あの出してくださるまでちょっと待っておったらですよ、とか待ってる間に見てみたんですけどね、まあいろんなところにあるらしいですね、このゴルメンさん。だから横浜で、いやでも横浜って言ってもね、僕が行ったのは、ね、長津田とかあっちの、違う、青葉の方だったけど、もう一回チャーシュー見ていただきました。あっちのなんかね、複合商業施設いろんなのがこう入ってるようなところのすぐ近くか横か、またはその中の1階、駐車場ちょっとね、坂道をちょっと上がったところに店舗があって、坂道というか上がったところに店舗があってみたいな、あそこどこだっけな、あ青葉か緑か青葉の方だったと思うな、そうあっちの方で行ったのがゴルメン、ゴルヤ、ちょっと名前がねしっかり思い出せなくて、でもねその待ってる間にちょっと見た中には、行ったことある店舗は出てきてなかったと思うんですよ。だからそこのお店はもうなくなって他のとこ展開されてるか、または僕が全くのね勘違いをして全然違う、お店のことを思い出していたのかちょっとわからないんですけど、まあいずれにしてもね、今回はこれ多分まあ、ここのいずれにしてもここの店舗は初めてですから、初めてで本当に美味しかったし、またね店員さん、僕がねお伺いした時は女性お二人だったんですね、店員さんがね、まあお二人とも非常に素晴らしいという、まあ僕がそんな評価するような立場にないからね、そんな失礼な話かもしれないですけど、素敵なね対応というか接客してくださいまして、本当にありがとうございます。撮影の方のね許可も心よく、大丈夫ですよと、もちろんその勝手な判断じゃないですよ、お店の今ねいらっしゃる店員さんだけじゃなくて、その本部の方というか上司の方なのか店長さんなのかに確認取りますのでということで、それもスムーズに、非常にスムーズに取ってくださいまして、もちろん大丈夫ですよと一応確認しますねということで確認してくださったんですけども、それでも大丈夫で、こうやって気持ちよくね美味しいラーメン食べさせていただいて、ってもちろんお金は払ってますよ、お金はもちろん払ってるんですけど、あうずらね、これが目印ですよ、一系の。そうだったんです、もう今どうか知らないですよ、まあ、家系ラーメンとは一体何なの、これしょっちゅうこの話するけど、何をもって家系ラーメンなんだとか、これは家系じゃないとかね、まあ、いろんな意見がさ、いろんなお店に対していろんな味に対して、
まあ、今そのチェーン店がたくさん多いですから、もしかしたら吉村屋さんの家系ラーメン食べてこんなの家系じゃないっていう人もいるかもしれないからね。そっち、逆にそっちの方が多いかもしれないもん。だってあのチェーン展開されてるお店が結構あるじゃないですか。でそれを初めて食べて、それしょっちゅうマクドナルドのハンバーガーみたいにさ、どこでも同じで食べれるって、それはそれで素敵だと僕は思ってるんですよ。それも好きだしね。そればっか食べてる人が初めて吉村屋さんとか食べたら、こんなの家系じゃないって言うかもしれないからね。これは家系の味とは違うっつって、だからもう何を思って家系なのかとか、まあ、何を思って味噌ラーメンなのか、何を思って醤油ラーメンなのかって、まあ、いろんな種類のね、その中でも枝分かれして出てきてますから、まあ、正直何が何だか分かりませんけれども、ただ一つ言えること、美味しい美味しいってだけです。で今回の、ゴルメンさんも美味しかった、ただそれだけです。キジマは大満足しましたということです。まあ、でもこのうずらの卵目印の1系から僕の、1系ライン、家系ラーメンの1系ラインのこの旅が、人生の家系ラーメン巡り人生、まあ、まあそこまでじゃない、そこまで専門家でもないからあれですけど、が始まったわけですけど、だからもうちょっと安心するんだな、うずらの卵が入ってると安心するんだね、木島君はね。やっぱこんなもう食べ終わっちゃったよ、まだ変な話っていうか全然関係ない話ばっかりしてて、もうすごくあって、まあね、だからね、木島お前ナレーションいらねえぞと、余計なことするんじゃないっていう意見が来るのはそういうことなんですよ。そしたらね、お気持ちも分かりますよ。僕がもしね、なんかのグルメ的なやつを、まあ、僕のチャンネルはグルメとは違うからまだあれなんだけど、ね、これ鼻噛んでるわけじゃない、鼻をね拭いたわけですね。鼻を噛んだんだけど、鼻を拭いた、でブーブー、まあ、鼻を噛んだっても言うな、ブーブー鳴らしてるわけじゃないですよ。それ、ね、お食事されてる方もいらっしゃいますけど、僕は飲食店の中で特にね、お店の中ではなるべくねブーとか鳴らしたりとかしないようにしようとして、そこら辺はね一応気を使ってやっております。そういうことです。あ、もう掃除もね終わりますから、ゴルメンさん、水平町です。今日もとっても美味しかったです。本当にありがとうございました。はい行ってきました。いや美味しかったですね。あれ何食べたんだっけ、何食べたんだっけ、メニュー名忘れちゃいました。ただ豚骨醤油の一番豪華に乗ってるやつ、あれゴルメンだっけ、あれなんだっけ、ごめんなさい、メニュー名忘れちゃったんですけど、一番豪華に乗ってる豚骨醤油の家系系統のねやつ、もちろん濃いめ、また濃いめ多めにしちゃったな、最高だったな、濃いめ多めにして、ご飯、あそうだ、ご飯は台にしました。150円だったな、確か150円で台にして、普通のやつは100円だったと思うんですけど、今回は台にしていただきました。いや美味しかったね、チャーシューも美味しいし、汁、スープ、独特というか、やっぱちょっと癖があるというか、その癖っていうのはその悪い意味の癖じゃないんですよ、特徴のある、スープでですね、いや美味しかった、非常に美味しかったですよ。で何店舗かあるらしいですね、いろんなところにね、そこら辺の勉強は全然してなかったんですけれども、待ってる間にちょこちょこっと調べたら出てきました。いろんなところにあるようなので、いや美味しかった、今回僕が来たのは、秋葉原末広町か、末広町のにあるゴルメンさんで、ゴルメン、食べたのはメニューの名前忘れたけど家系のやつで、一番豪華に乗ってるやつ、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。